はい、奈良です。以前の動画でね、 1000W のインバーターをヘッド車につけて、こちらからねトレーラーに給電することで走行充電しましたという動画を上げたんですけども、ちょっとね今回これをね変更したいと思います。で、変更する内容はこちらも以前にね動画で上げてるんですけども、リオーチさんのリン酸鉄リチウムバッテリー100アンペアワーのバッテリーなんですけども、これをね返して走行充電器でこいつを充電して、こいつの出力からねこのインバーターを動かしたいなというふうに思います。で、目的はね2つかなあって、1つはまあこのバッテリーをつけることによってエンジンをね止めた状態でも常時ね 100V を出せるような環境を作るというところと、で、もう1つはねまあ CX8 とアイドリングとかね、バッテリーの発電のね少ない時にどうしてもねバッテリーからの給電でバッテリーをやめちゃう可能性あるんで、その時にねこの出力をね出せれば補えればね安定して、トレーラーに走行充電のね電気をね送れるかなと思って、走行充電器とねこのリン酸鉄リチウムバッテリーを CX8 のねこのサブトランク、まあこれ床下のスペースなんですけども、ここにつけていきたいと思います。で、走行充電器は3way のデノルジーの DC-DC を使います。で、僕 DC-DC ね、どっちだったかな、これ G4 ってやつをね昔買ったんですね。2023年の5月ぐらいに買ったんですけども、すぐねダメになっちゃって、レノジーさんにね交換してほしいって言ったら、G4 モデルがね発売中止になりましたと、製造中止になりましたと。で、よく調べてみると G4 モデルね燃えてるみたいなんですよね、車両で車両火災発生してるみたいなんで、その対策としてねずーっとね対策するっつって待ってて、2023年の7月くらいからね待ってて、で新しいモデルできたら言いますよって言われてたんですけども、全然連絡来なくて、この間ね連絡したらできてましたというところで、新しいのね送ってもらいました。これ G6 モデルかな、 G6 モデル、こちら不具合だったやつがね G4 モデル、 G4G6 で G6 ね、スペック見たらね変わってません。50アンペアの走行充電で、ソーラーの開放電圧が 50V で、7V って言ったかな、ソーラーの弱い時にはねソーラーの充電はしませんというところで、ソーラーの充電入ったらね 25A の充電が落ちたんですけども、弱い時にはねその充電をカットしますという機能が入ってます。で、トレーラー側にもねエノジーの 3way の DC-DC つけてます。これね G3 モデルです。G3 と G4、G6 の違いはね、最大の違いはソーラーの開放電圧が 25V、 G4、G6 は 50V なんですけども 25V で、ソーラーのね電源あるともう一方的にねソーラーの充電開始して、走行充電側をね 25A にね落としちゃうという仕様なんですけども、こちらねソーラー使ってて、ヘッド車はねソーラーの入力ない予定なんで、この、G3 モデルをね CX8 に入れて、こっちにね G6 モデルを入れたいなというふうに思います。寸法を見ると、高さだけね変わってるようなんで、そのままポン付けできるかなというふうに思ってます。じゃあねちょっと交換していきます。まずはこのパネルを取らんとダメなんで、よいしょ、取っていって電源をね外していきたいなというふうに思います。じゃあねソーラーのね電源をオフにします。ここでねサブバッテリーに入るソーラーとね、あとポタ電のねソーラー充電をねここで切り替えてます。ポタ電側に切り替えるとこのねジャックに出てきます。で、適切なねいっぱいあるんで、ポタ電にあったねソケットに入れて充電できます。はい、縁切り完了です。バッテリーとマイナスと、これはね 15V の入力走行充電ですね、とソーラーのプラスと BT2 ブルートスユニットと電圧検知を外しました。そしたらねネジ
緩ませば取れると思います。よし、これで取れるはず。これ確か G3 やったはずやけどな。書いてないかな。書いてないね。はい、取り出し完了です。はい、上からね G3 コントローラー、 G4 コントローラー、 G6 コントローラーです。いや、上から見た大きさは一緒なんですけども、厚みがね G4 以降違う。で、何が違うかと見比べたら、放熱のねフィンのね容量アップ、熱量を多分逃がしたいんで、この放熱のね容量をアップしたんでしょうね。全然高さが違います。ケースはね一緒なんで、それだけの違いかなというふうに思います。で、監視系やね、取り合いもう一緒、完全に一緒です。なんでポン付けでねつけることができるんで、これはねもうゴミです。捨てます。 G4 はゴミなんで捨てます。で、今トレーラーが外してきたねこの G3 コントローラーは、ヘッド車に、で、この G6 コントローラー、新しいやつはねトレーラーにつけたいと思います。さっき言ったようにね、 G6 コントローラーはこれね、ソーラーインプットボルテージ 50V 対して、 G3 はねソーラーインプットあるかな、これはね、マックスボルテージオブ PV が 25V なんで、 G6 がね倍になってます。前からね結構言われてて、これがね 50V の入力やったらなーと言われてたんですけども、それをね実現したモデルという風になってます。G4 コントローラー使ってる人おるんかな、まだ。これどうなんや、リコールになったんかな。車両火災だと思うんですけども、すぐね、発売が中止されて、修理不可という風に今なってます。多分ね、壊れた人は G6 に取り替えると思います。で、電圧ね、サブバッテリーの電圧監視ユニットをつないで、よいしょ、こいつはね Bluetooth ユニットをつなぎますと。で、これねソーラーのプラス、で、走行充電器のプラス、これはね、もうただ単に復旧していくだけです。プラス、ネガティブのアウトのマイナス、これで電源入ります。よいしょ、こういうのはね一気にいった方が怖くないです。バチッていう恐れあるやつはね、最後のやつは躊躇してやるとね怖いです。で、Bluetooth ユニット変わってないんですけど、本体変わってるんで、デバイスを認識させて、よいしょ、で DCDC ね認識したら、忘れないうちにねリチウムに変えときます。標準がねシールドなんで、これをねリチウムに変更しときます。こちらのね設定は OK なんですけど、一応ね走行充電と、あとソーラーも入れてね確認しときます。まずは走行充電、これでメインがね 15.1V 入ってます。あとソーラーもねオンにしときます。ソーラーもねバッテリー側にオンにします。はい、そうしたらメインバッテリー 15V と、あとね PV 充電電圧ね 15.4V 認識して、まあ今バッテリー満タンなんですけども、一応 8W かな充電されてる状態なんで、取り付け OK です。はい、 OK、
はい、CX8 側に来ました。今繋がってるね、このインバーターの電源ラインをね、この DC-DC に入れて、DC-DC の出力をバッテリーに入れる。で、バッテリーをインバーターにね、繋いでいきたいと思います。今これね、確か縁切ってるんで、電気は来てないはずやけども、一応テストで見とこうか。はい、電源ね、入ってません。そしたらね、バラしていきます。こんな感じでレイアウトしようかな。もうこれしかね、大きいようがなくて、これでいきたいと思います。なんでちょっとね、この辺だいぶ延長せなあかんね。うん、はい、やっていきます。はい、今回ね、この G3 のソーラーじゃなくて走行充電用にね、 BT2 をもう一台追加購入したんで、 RS485 に差しときますと。で、また BT2 を探すと、 G1があれ、ごめんなさい、 G3 って言ってますけど、ずっと G1 ですね。 G1 がこれね、 G6 がトレーラーの方、間違ってるな、 G3 と思ってた。で、 G1 がね、これ追加されたんで、よいしょ、これもね、忘れないうちに設定で、あ、リズムになってるね、元々の設定が残ってます。今ね、30アンペア規制してますけども、ちょっとね、状況を見て、50アンペアに上げたいと思います。はい、ついでにね、13ピンと、これ100ボルトなんですけどね、この辺もね、ちょっと改造していきたいと思います。ちょっとコンセントのプラグでっかいんでね、防水式のね、このちっこいやつに変えて、この辺のね、カメラとかの線も固定したいなというふうに思ってます。はい、100V つないでね、養生収縮チューブでね、養生しました。よし、じゃあね、バックカメラのような穴もつない、開けたんで、ここにね、カプラー等々を挿していきます。固定していきます。はい、エポキシ樹脂でね、このね、コネクタの根元を固めていきます。よいしょ。あと、まあ 100V もね、防水カテラエポキシ流しとこうと思います。こんな感じで流しました。5分効果なんで、まあ20分待ったら固まると思います。はい、トレーラー側もね、100V のコンセント付け替えます。さようなら、さようなら。完成、だいぶすっきりした。よし、これはこれで OK。 はい、乾いたんでね、13ピンコネクタをね、戻していきます。はい、こんな感じでね、できました。これがね、100V の取り合い口で、これが4ピンの 2.5mm の取り合い、こうカメラね。で、バックカメラ、後方確認カメラが、これ 3.5mm の4ピンの取り合いです。で、ね、収納も手前に引いて、こうやってね、収納もできますと。よいしょ、完璧。はい、エンジンかけました。で、これね、DCC ってやつね、よいしょ、反応しろ。12.5V。 あ、これあれやな、確か 12.5 やったら発電じゃなくて充電しないな、多分。うん、充電しないですね。このね、イグニッションの信号が必要だと思います。そうか、これスマートな発電機か、いわゆるレノジーの言う。じゃあちょっとこのイグニッションをつないでいきたいと思います。イグニッションのね、信号線、エンジンかかってるよっていうね、信号線を与えないと充電開始されないね。
はい、CX8 のね、イグニッションの信号は、このコラム下の、この辺にあるね、この何ピンやろな、むっちゃピンやろけども、このピンの、このね、一番端っこの紫のハーネスが、これね、イグニッションです。ちょっとエンジンスターターとかつけてるんで、先約がおるんですけども、一応つけてですね、1アンペアのね、ガラス管ヒューズ、一応かませてね、配線をね、保護しています。これでね、つながりました。今、イグニッション信号を取って、試しにね、イグニッションのね、ヒューズのとこを外して、一回ね、電圧見ようと思います。これ ACC。イグニッション。はい、エンジンかかったらね、きちんと電圧出るんで、イグニッションです。はい、でね、ちょっとここまで組んだらね、あれが欲しくなっちゃいました。これね、バッテリーモニター、これをつけることによってバッテリーへのね、入出力が分かるようになるんで、管理もね、大変楽やし、あとはバッテリーのね、残量も分かるんで便利かなと思ってつけてみます。で、このね、電流検出計をどこにつけるかによってね、ちょっと配線また考えなくちゃいけないんで、ちょっとレイアウト考えてね、つけていきたいと思います。モニターはね、もう運転席の周りごちゃごちゃするの嫌なんで、この辺にね、リアラゲッジの中につけたいと思います。いつも思うけど、このレノジーの電流検出器のね、この電源のネジね、もう一個マイナス大きくしてくれへんかな。いつもね、これ持ってないんで、苦労するんですよね、忘れて。これしかね、このサイズ使わないんで、もうちょっとね、このサイズ考えてほしいなと思います。レノジーさん、お願いします。はい、最終的にね、こんな感じで仕上がりました。ここにね、バッテリーモニターのセンサーをね、追加しました。で、バッテリーモニター自体はね、トランクの横にね、つけました。これもマジックテープで簡単にね、移動できるようになってます。で、下にはね、インバーターの電源、リモートの電源ね、ここに設置してます。こうするとね、もうラゲッジ上げなくてもリモートでね、オンオフできちゃったりもします。じゃあね、ちょっとテストしていきたいと思います。はい、電圧ね、かかり始めました。赤ランプついたね。充電開始されたかな。はい、充電開始されました。きちんとね、バッテリーモニターも表示されて、こっちがね、27アンペアぐらい入ってるのが、ね、26アンペアぐらい、1アンペアぐらいね、損失がありますけども、きちんとね、充電できてます。じゃあ実際ね、トレーラーつないで充電してみようか。はい、きちんとね、充電されてるみたいです。見えるかな、マイナス47アンペア。今ね、ちょっとトレーラーの DCC の内部温度高くて充電制限されてますけども、30アンペアでね、充電されています。これは50アンペアに上げると、しかし G6 コントローラーめっちゃ発電するね。74度あるね、内部温度ね。ほんまかな、めっちゃ発電するで。今トレーラーに充電されています。ヘッドがね、499W ね、これね。で、出力してて、トレーラーにはね、391W 入ってます。で、バッテリーモニターはね、バッテリー自体の持ち出しがマイナスね、9アンペアぐらいかな、持ち出されています。なんで結構損失あるね。なんだこの損失、20アンペアぐらいあるのかな、損失。もうそんなにないんか。ここの差がだいたい10アンペアで、ヘッド車の方が多いと。で、さらに
持ち出してるんで9アンペアぐらいね、20アンペアも損失あるんかな。ちょっとこれはね調べてみないと分かんないな。そんなにインバータ損失あると思わないんで。そうか、向こうで安定化電源1個かましてるから損失あるんかな。にしても大きい気するんで、ちょっとね今後調べていきたいと思います。はい、エンジン切った後です。今はね完全にバッテリーの持ち出しだけなんですけども、今トレーラーの充電器はね30アンペアぐらいでね充電してるんですけども、バッテリーの持ち出しでね50アンペア、やっぱ20アンペアぐらいね損失してるのはちょっと大きいな。ちょっとまたね今後調べていきたいと思いますけども、おそらく安定化電源側の損失とこいつのね損失かな、インバータのねにしてちょっと大きい気するんで、もうちょっとね調べていきたいと思います。ちょっと番外編、今までねこの復旧できるね100アンペアのヒューズつけてたんですけども、走行充電始まって数十秒するとね電圧が 6V ぐらいにドロップするという現象が起きてました。でなんでかなってね疑わしいとこ調べてたんですけども、まずはね疑わしいのはねリレー、100アンペアのリレー、まあこれはね正常に動いてました、電圧見たらね。で次に疑ったのはヒューズ、これね。で原因はね今日こいつでした。でこいつをね普通の切れる型のねヒューズに変えてみると電圧がね安定したんで、大電流をかけてね電圧を落とす原因はこいつでした。皆さんねご注意ください。あともう一個番外編、トレーラーないときにね 100V 取り出したいなって思うときにね、こういうねコードあると 100V 取り出せるなと思ってこういうねコードを作りました。なんでトレーラーないときにこいつにねプスッと差し替えると100V がね給電できます。よいしょ、これはねもう常備装備品でね車にね乗せておきたいと思います。というところでね今回 CX8 の走行充電をねリン酸鉄リチウムバッテリーと走行充電器を積むことで強化してみましたという動画でした。またね DIY 上げてきますんで、もしよかったらねグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。以上、ナレアンでした。